はい、今日は待ちに待っていた任天堂スイッチライトが届きました。えっと、色はターコイズブルーにし,しました。最初にソフトとケースとか保護フィルムが届いて、一番最後に本体が届きました。 もうすでに、ケースから出して、よいしょ。保護フィルムと、ここの、なんかカバーと、メモリーカードは入れてあります。で、ソフトは、 猫ともと、集まれ動物の森にしました。猫ともは 3DS でもやったことがあって、すごく面白かったので、スイッチでもやってみたいなと思って買いました。集まれ動物の森も、ん ?DS?DS DS だったかな ?DS のをやったことがあるんですけど、 面白かったので、で、人気だ、今にすごい人気だから、ちょっとやってみようかなと思って買いました。よいしょ。よっ。あ、天井が当たっちゃうね。重 <laughs> さは、よいしょ。 取れるかな片手で。あ、片手じゃ取れないや重さはケースの重さも入ってますけど、ちょっと重いですね。私が使っている、今使っている、あの、ニンテンの 3DS も DS も使えるゲーム機に比べると結構重いですね。あと PSP に比べても結構重いですね。はい。これから、お家でコロナのせいもある、あるので <laughs>、自粛して、お家でゲーム三杯したいと思います。それでは、 今日は、ニンテンドースイ Switch の届いたよーの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。では、失礼します。